コメディさん、あなたの頭の中を覗かせてもらいました。あなたは銃の密売に関わっていたようですね。他にも聞きたいことはいくつもあります。話を聞かせてもらえますか？そう、選べますね。そう、ということで、とりあえず調べられそうなものはあんまなさそうかな。よし、では小明治さん行きましょうか。あ、ちゃんとこっち向いてるのかな、リクさん。細かいね。さあ、では行きましょう。さっきホラケンで何を？あなたが持っていた銃は密売していたものですか？屋上遊園地で見つけた大事なものとは？密売と借金の件に関係は？あなたはかなり危ない橋を渡ろうとしている。このままでは翔馬くんに危険が及ぶことも考えられます。話してください、翔馬くんのためにも。おー、もう折り紙の金メダルね。翔馬を、翔馬を保護してくれまへんか？翔馬くんを。あいつが安全やって分かったら、そうしたら全てお話しします。ゆうきくん、翔馬くんは無事に保護したよ。今そっちに声を聞かせるから。翔馬、お前大丈夫か？全然大丈夫じゃないよ。突然警察の人がうちにやってきて、今車でそっちに向かってるところ。そうか。父さん一体何したの？警察で取り調べなんてバカだと思ってたけど、そこまでバカだとは思わなかったよ。すまん。翔馬くん、詳しいことは後で話すよ。今はお父さんと話をさせてくれないか？分かったけど。それじゃあ龍騎くん、あとは任せたよ。では小道さん、改めて話を聞かせてください。さあ、ということで改めて聞くことができるのかな。借金のこと。手にはごっつい金額の借金があります。おかげであちこちの闇金から返済を迫られとりまして、とうとう連中からこんな脅し文句を。小明治さん、よく聞いてくれ。あんたんとこには小学生のかわいい坊主がいるな。もし一月以内に返済できなければ、そいつを拉致して海外に売り飛ばすことになる。いいか、警察には相談できませんでした。龍騎犯が言うた通り、わては暴力団の銃の密売に加担しとったもんで、それも全て金のためやったんですが、あんな連中とはずっと手を切りたいって思うとりました。せやけどできへんかったんです。借金を返すにはその仕事を続ける以外に方法がなくて、わての芸人としての稼ぎなんてスズメの涙みたいなもんですから。さあ、では銃を持っていた理由。さっき言うた通り、わては暴力団の銃の密売に関わっておりました。わてが持っとった銃はそこからくすねたものです。やばい仕事をしとるわけですから、何かあった時に身を守ろう思て。さっきホラケンで何を？それはこれ気になるよね。
店端の屋上で見つけた大事なもん。その件については知っとるんですね。ええ、あなたはそれをスーツケースに入れて持ち去った。誰かを揺するために。ええ、そうです。そのこととホラケンのことに何か関係があるんですか？ユキハン、これを見てください。お、メッセージかな。ホラドリ遺伝子研究所に来い。あれを返してくれれば金をやる。これは送信者のところを見て。お、テアラーって書いてある。分かってる、テアラーからのメッセージだ。コメジさん、一体どういうことなんですか？なんでテアラーからナイルのメッセージが？わてが見つけた大事なもん、それはテアラーのもんやったっちゅうこってす。メッセージにあったあれっちゅうのはそいつのことで。じゃあ、あなたはテアラーを脅迫しようと？まあそういうことになりますな。とにかくわてがホラケンに行ったんはそういうわけです。研究所の入り口はバテがついた時には空いとりました。せやけど龍騎班も知っとる通り中には誰もおらんくて、仕方なく待っとったら龍騎班が現れて。さあ、ではナイルのメッセージにあったあれとは？コメジさん、この後に及んで隠すつもりですか？もう一度聞きます。テアラーにとっての大事なもの、あれとは一体何なんですか？では質問を変えましょう。それは今どこにあるんです？そこにはでも連れてってくれますか？ほんなら場所教えますわ。お、どこだろうね。お家か。そうか、ロボタいる。コメジさん、ロボタ元気？ここって、ええ、ワテの自宅です。なんか直球すぎて逆に困惑しちゃう。そうですよね、直球ですよね、かなり。うん、拍子抜けって感じだよ。で、あれというのはどこに？ああ、どこやったかな。歳のせいか、ど忘れしてもうたみたいで。ちょっとコメジさん、いい加減にしてください。ここまで連れてきといて、それはないでしょう。そんな言われても、思い出せへんもんは思い出せへんのやさかい。しゃあないじゃないですか。仕方がないわ、龍騎。とにかく探してみましょう。まあ一番足のここじゃないかなって思うんですけど、まあいろいろチェックしてみようか。まずは今を調べよう。何もなしか。ひじきみたいなものは落ちてる。ひじきみたいなもの、それは関係ないと。入ってるのは布団だけよ。布団だけか、そうか。大事なものとは思えないわ。タンス。それらしきものはないわね。違うか。おや、すんだ。その後、僕らは室内を片っ端から調べてみた。けれど、あれとおぼしきものはどこにも見当たらず。コメジさん、本当にここにあるんですか？そのはずなんですが、おかしいな。一体どこやってもうたんやろ。リュウキ、
これを見て。だろうね。おや？そんな気がしてたよ。そんな感じはしたけども。本当、どういうつもりなのかしら。コメジさん、僕にも限界ってものがあります。これ以上嘘をつくようなら。君たち、なんでここに。龍騎さん、翔馬くんをアビスの本部に置いていったでしょ。ひどすぎますよ、置き去りにするなんて。私とイリスさんとマメさんは有楽町でディナーをいただいていたのです。するとそこに翔馬くんからナイルが。それで事情聴取のことを知って、翔馬くんが警察にいることも分かり、こいつはやべえ、バチボコ大変なことになったぞ。そう思って私たち翔馬くんのところに向かったんです。だけど着いた時にはもう事情聴取は終わってて。そのようなわけで翔馬くんをここまで送ることになったのです。三人は翔馬くんと知り合いだったんだ。みたいね。翔馬と瑞希は同じ小学校だから、そのつながりでってことじゃない。もういい加減にしてよ父さん。つまらなくて情けなくて売れない芸人ってだけでも嫌いだったのに、その上犯罪まで。警察の人から何か聞いたんか。ああ聞いたよ、何もかもね。せやけどそれは全部お前のためで。言い訳すんなよ。悪いことしたのに開き直ったり嘘ついたりごまかしたり、もううんざりなんだよ。翔馬、父さんなんて死んじゃえばいいんだ。これはどうしたんですか。ヘマをしたな。もう一度だけチャンスやる。一人でドバイタに来い。スタジオか。とにかく龍騎、これは好機と見るべきよ。ドバイタに行けばテアラを捕まえることができるかも。コメジさん、ひとまずあれの件については後回しです。僕はこれからドバイタに行きます。もちろん一人で。凶悪犯がいる場所にあなたを連れて行くわけにはいきませんから。いや、それはあきまへん。そないなことしたらテアラーに逃げられてしまうやないですか。最初はテアラーを信用させんと。龍騎班はどっかに隠れとってください。ほんで奴が姿を現したところで龍騎班が。それはつまり。ええ、わてがおとりになるっちゅうこってす。せめてもの罪滅ぼしっていうやつですわ。さあ、ドバイタですね。コメジさんは一人でスタジオ内へと入っていった。手にしたスマホの映像通信をオンにしたまま。僕は物陰に身を潜め、その映像を監視しながら時が訪れるのをひたすら待ち続けた。ところがしばらく経ってもテアラーが姿を現す気配は一向なく。ついに痺れを切らして僕もスタジオの中へと踏み込んでいった。僕は
一体。よかった、無事みたいですね。一応怪我はないみたいだ。君たちはどうしてここに？説明は後です。それより何があったんですか？わからない。何か幻覚みたいなものを見て意識を失って。どうにか復活できたわ。タマ、あなたが気を失って倒れた後、突然何者かに追い打ちを食らった。追い打ちを食らった。背中に高圧電流を流されて、私の回路はショート。そのせいで私は機能停止状態に陥っちゃって。まあこうしてなんとか再起動はできたんだけど、自己修復プログラムのおかげでね。その電流ってテアラが？って考えるのが妥当だけど。わからないわ、姿は見てないから。どうなんだろうね。あなたが失禁してる間のことも全く。失神では？そうとも言うわね。ところで小梅さんはどこに？さあ見当たらないけど。なんかヤバい気がするな。られますね。コメジの右半身ね。死体の状況から考えて犯人はテアラーで間違いないと思うわ。リュウキ、死体のことを調べる前にみんなから話を聞きましょう。ショウマ君、誰か見かけなかった？ショウマ君、どう言葉をかけていいか。そうですよね。わからないわよね。本当に、なんでこんなことに。大丈夫なわけないでしょ。コメジは彼の父親なのよ。今ウィンクシンクはできないわ。バッテリーが不足してるから。リュウキ、先にみんなから話を。イリスちゃん、どうしてここに？さっきショウマくんの家で、リュウキさんたちただごとじゃない雰囲気だったから。テアラがどうこうって言ってたし、行き先がドバイタっていうのも聞こえて、それで心配になって追いかけてきたんです。でもすぐに来たというわけではないですけど、しばらくは追いかけるべきかどうするかみんなで話し合っていたのです。結論が出たのは、リュウキさんたちが出て行って2時間半ぐらい経ってからかな。やっぱり行こうってことになって、ここに。ちなみに現在時刻は23時半よ。そう、誰か見かけなかった？いえ、誰も。このスタジオに入るまで人の姿は全く。大丈夫？まあなんとか。さあ、では絆ちゃん行きましょう。誰か見かけなかった？誰かというのは犯人のことですか？いや、それ以外の人物も含めて怪しげな人影を見たりとか。いいえ、全くどなたにも会いませんでした。会ってないのか。そっか、
もしかして僕のことを助けてくれた？助けたというのは大げさですね。私たちはロープをほどいて差し上げただけですから。ロープ？あそこにあるやつね。僕、あれで縛られてたってこと？はい、手足をきっちりと。私たちがここに来た時、龍騎さんはその状態で倒れていて、それでキズナッチと私でそのロープを。どうやってここまで？それは。ああ、いたいた。お、あなたは？あれ、ござんすの人じゃない、はい、カード決済のでござんす。やっぱり。あ、どうも。失礼ですが、あなたは？え、足ですかい？足はしがないタクシードライバーでござんすよ。さっきのレシートお渡しするのを忘れてしまいまして。では、あなたが4人を乗せてきたと？ええ、さようでござんす。足、昔から機械の類はからっきしダメでござんして、テレビの配線はもちろん、音楽を聴くのすら人任せでしてね。以前 CD を聴こうとして開け方がわからず拳で叩き割ったこともあったでござんす。それはやばいな。はあ、それがどうかしたんですか？そのぐらい機械音痴ってことでござんすよ。そんな足ですから、カード決済の端末なんてスムーズに操れるわけもなく、ほんでもって支払いの処理に手間取っておりましたら、助手席に座っていた水色の髪の女の子が急いで飛び出していってしまったという。つまり、マメちゃんが先に降りたってことみたいね。ってことですよね。そんなことされたらこっちはなおさら慌ててしまうでござんしょ。というわけで、さらにもたつくこと3分、4分、いや5分はあったかもしれませんね。どうにか決済は終えることができたんですが、足は焦っておりましたから、カードだけお返ししてレシートをお渡しするのをすっかり忘れてしまったのでござんすよ。その間、後部座席の3人はずっと待っておりました。カードはキズナッチのものだったんです。でもキズナッチは一番左に座ってたから、私とショウマくんは降りることができなくて。では用も済んだので足はこれで。失礼するでござんすよ。さあ、ではマメちゃんは一人で先にこのスタジオに？ええ、私とキズナッチとショウマくんは3人で一緒にこのスタジオに。その時はすでにマメさんはここにおりました。何か見ちゃった感じがありそうですよね。この様子、そのことがどうかしたっていうの？いや、別に。さあ、ではマメちゃん行きましょうか。誰か見かけなかった？そう、誰も見てないんだね。そうか。タマ、アビスと本庁に連絡は？もちろん速攻でしたわよ。そろそろ捜査班が到着するはず。一応カウンセラーも手配しといたわ。4人の精神状態はかなり。ショウマくん大丈夫ですか？
僕がスタジオの外に飛び出した時にはすでに翔真くんの姿はなかった。先に出て行った3人は手分けして探そうということになったのか、あちこちへと弾かれたように散っていった。僕はなるべく広範囲を探せるようにと思い車に乗り込んだんだが、ダメだ、どこにもいない。スマホは無反応だし GPS の機能もオフになってる。一体翔真くんはどこに。あの様子で飛び出していかれたら探さないわけにはいかないわよね。ほっといたら何をしでかすか。落ち着いてリュウキ、翔真が行きそうな場所を考えるのよ。行きそうな場所、そうか、わかったぞ。翔真くんはきっとあそこに。見せたんか。翔真くん、まあいいじゃない、これは観覧車よ。待ってれば必ず戻ってくるわ。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。